シュバルト・フィロソフィーレン。この10月に第141次 IOC 総会がインドのムンバイというところで開催されました。この IOC 総会っていうのはなかなか一般には分かりづらいと思いますので、今日はその IOC 総会について話をしたいなと思います。まあ、IOC 総会っていうのは IOC 委員しか出れません。 IOC 委員が集まる会議なんですね。で、この総会は年に1回オリンピック憲章で決まっていますが開催されまして、で、ここでオリンピック競技大会、オリンピック運動、そして世界のスポーツの状況を左右するような大きな決断が下されます。いろいろな事項を議論して、その中で未来のオリンピック、未来のオリンピック運動に向かって決心が示されます。で、そういう重要な会議になっています。私もですね、第96次 IOC 総会東京で行われました。これの組織委員会の一員として関わりました。この総会はですね、実は1996年に行われる、オリンピック競技大会をどこでやるかという開催地を決定する議題が入っていましたので、大変な注目を世界的にも浴びる大会だったんですね。なぜかというと、1996年の大会っていうのはオリンピックが第1回大会1896年に開かれていますから、そこから100年目のオリンピック、100周年オリンピックをどこがやるのかということで注目を浴びていました。立候補都市はアトランタ、メルボルン、マンチェスターといった大都市から、それからアテネも入っていましたね。そういうところから立候補都市のメンバーが来てですね、招致を戦う、ですから、その普段は IOC 委員と IOC の総会で議論されることに関係する人たちが呼ばれるわけですね。そしてあとはメディアの方々が来ます。そうすると大体ですね、普通の総会よりも大きな総会になりますから、私がやった96時は3000人ぐらいの参加者になりました。で、各立候補都市も当時は今ほどなんて言うんでしょう、招致のルールが厳しくなかったんで、いろんなリクエストがですね、来るわけですね。で、実際にその組織を作っていくのは、IOC のガイダンスに基づくんですけれども、日本オリンピック委員会の中にその組織委員会を作ってですね、それで運営していく。でも実際には、スタッフとしては、組織委員会の幹部クラスで、5部門くらいの 5名ぐらいでやっていて、で、スタッフを それぞれつける。で、プラスエージェントが入る、旅行エージェントが入るとかあるんですけれども、基本的にはその、5人プラス、当時ですね、堤義明さん、国土計画のオーナーであった堤義明さんが会長をやっていたこともあり、国土計画の新入社員15名も助太刀に来てくれたというような状況でやってましたが、ただ対外的な交渉事とか IOC との接触というのが一番大事なわけですけども、それは全部私がやらなければならなかったんですね。だからそういう意味では非常に名誉あるミッションを与えられて、一気に感じて、1年間ぐらい準備あったんですけれども、その間 IOC と直接交渉したり接触したりしながらやっていく。 IOC から来る情報は私の口を通じて、組織委員会に流され、組織委員会からの要望とか、交渉ごとは私を通じて IOC に行くというような形になっていて、ある意味私がいないと回らないような組織ではありました。でそういう中で、
まあ、頑張ったんですね。まだ当時若かったですから、それで意気に感じて頑張りましたけれども、現実その総会自身はまあ大体2週間ぐらい、総会自身のコアな部分は 7日間ぐらいなんですけれども、あの理事会があったり小委員会があったりいろいろ会議があったりしますけれども、そういう中でねやっていました。でまあ、本当に24時間働いているような状況で、会場は先ほどお話した堤義昭さんが持っていた高輪プリンス、新高輪プリンスで行われたんで、その時にその年にですね、国際競技場、国際会議場ですね、高輪プリンスに新設されまして、そのこけら落としも兼ねて IOC 総会を開くと、でそこで総会をやるという、そういうパターンになっていたので、まあ、それも一つの目玉で行われました。でそういう中で、まあ私自身はそうですね、まあ、プリンスホテルに、まあ、2週間缶詰みたいな状態で毎日過ごしていたんですけど、まあ、そういうことをやっていると、例えば立候補都市からはですね、まあ、例えばアテネだと、アテネの人が来て、招致のために、まあ、この部屋を借り切って、宴会をやりたいとか、あるいは、この、VIP が来るので、そのための部屋を取ってほしいとか、まあ、そういう細かい話とかね、いろいろ要望あるんです。あるんですよ。でそういうのを全部私がアレンジしなきゃいけない、通じてきますから、じゃあ立候補都市がどういうことを望んでいるかということもね、全部入ってくるわけですね。まあこれが後々後で長野オリンピック招致やる時の全部インテリジェンスになっていくんですけども、まあそういうことが経験としてありました。でそういう中でね、まあ、一生懸命やってると面白いことはいろいろありますけれども、私自身は、まあ、実際会議が始まっちゃうとほとんど飲まず食わず食べてる時間がないんですね。だから、まあ、今食いしん坊でどうしようもありませんが、当時は食べなくてもその仕事があればよかったんですね。でそういう中である、時ね、本当にびっくりしたのは、トイレに行ったら便器はもう真っ赤、もうしたら真っ赤な状態っていうか、それになってもついに私も終わりかと、腸をやられたなと思ったんですけど、なぜかその便器がすごいいい匂いがするんですよ。なんか野菜のような。でそれよく思ったら、私食べるもんなかったんだけど、スタッフにトマトジュースだけはいつも買ってきてもらって、でそれだけ飲んでたんですね。でずっと3食、まあ、4食か5食かもしれませんが、トマトジュースばっか飲んでた2週間でそれが起きたということで、まあ健康な赤だったということです。まあ、いろんなことありましたけれども、まあ、そういう中で、例えばですね、サウジアラビア の王子様が IOC だった関係で、で彼らが泊まるところをやはりきちっとですね、警備、向こうのセキュリティが調べに来るんですよ。でこっちはちゃんとセキュリティつけてますからって言っても、いや俺が見なきゃダメなんだっていう人が来るんですね。でその人がアテンドして、全部そのプリンスホテルの隅から隅まで見て、で彼の泊まるべき部屋のことも全部調べて、で安心して帰るというようなことだった。まあそれだけのことをしたぐらいだったんですけど、なんかアラブの方っていうのはイスラム教のせいなのかよくわからないんですが、尽くすとですね、本当に返してくれるっていうのがあって、ある夜そのロビーからですね、私の部屋に電話がかかってきました。私はもう疲れ切って、そうですね、ちょっと寝る時間があったら2時間ぐらい睡眠するんですね。そういうふうにやってたんですけど、その時に下から電話かかって、その警備の担当だった男から電話かかってきて、今王子と王が来てるからね、下に来いと、挨拶したい、君に挨拶したいんだって。すごい、つまり向こうとしてはコーティスイコールっていうか、もう表敬みたいな感じで感謝の意を伝えたいって来てたんですけど、まあ当時のまあ本当仕事だけすればいいとか、仕事しか考えてない私はそれを丁寧に断ってしまいました。今はどうしても手が離せないということで、でそれを未だに後悔しています。
その時ちゃんと会って仲良くしてれば今頃あの石油がいっぱい来てたんじゃないかなっていうふうに思ったりします。まあ、そういうあのアレンジメントの中でアン王女のアレンジメントもあったりして、あの高輪プリンス新高輪ってスイートルーム自身があんまりないので、まあ一番大きなロイヤルスイートはサマランチ会長が使うわけなんですけれども、その他はジュニアスイートクラスしかないんですね。そうするとアン王女はジュニアスイートに泊まらなきゃならなくなる。そうするとまあ普段のあれからするとかなりランクが下になるので、そのアレンジメントをしなきゃいけなかったりしますね。でアン王女には警備の人がついてきますから、その警備の人と親しくなる。まあ彼らはいつもあのピストル持って警備してるんだけど、ニューヨークと全部あの裸っていうかあのピストル取られちゃいますから、そういう中でまあリラックスした感じで友達になっちゃったりするんですけどね。なんかその友達になったついでに今王女はボーイフレンドいないからお前どうだなって勧められたりしたこともありました。あとはなんか思い出すと、部屋のことで思い出すとあの、まあ、大変だったっていう意味でね、いろいろこういうのあるんですけど、あのまあ陸上競技連盟の帝王と言われたイタリアの男、プリモ・ネビオロ、まあ、長年陸上競技に貢献していたっていうか君臨してた人ですけど、彼はやっぱりイタリアンマフィアって言われるくらいでありましてね、まあ、そこの、まあ、秘書はとても美しい女性だった、彼女とも仲良くなったけれど、あのその部屋をまず見るわけ、見に来るわけで、そうするといちいち家具が気に入らないわけですね。で、そで秘書からも泣きつかれて家具変えてほしい、あのホテルの家具全部変えたんですよ彼のために。そういうこともありました。まあそういう、いろんなエピソードあるんですけれども、まあそんな中で、まあ、私はそういう、まあ、IOC の総会運営がきちっとできるように、まあ、懸命にやっていたということがあります。まあそれほどその総会をやるっていうことは大変なんだけれども、でもその後ね、例えばそれによって私はあの IOC 委員会の信頼とか、その IOC の事務局からの信頼とか受けることができるようになって、そこから IOC との、コンタクトというかね、情報交換、それからフレンドシップとかいうことに結びついていきまして、まあそれが後々の長野招致にも結びついていきます。まあそれはまたの機会にお話しするとして、まあ、そういうエピソードがありましたね。まあそういうオリンピックの IOC の総会、本当にはちゃめちゃでしたけど、思い出したんですけど、ホステスっていうシステムがあってね、これ銀座のホステスとは違うんですけども、まあ、いわゆるコンパニオンっていうんですか、英語ができて、まあ、語学ができて、フランス語とか英語とかね、そういう語学ができて、IOC の、まあ、お世話をする、グループ、まあ、当時女性です、すべて。で、それを仕切ったのが、ですね、磯村さんってあの NHK の解説員されてた方いたんですけど、その奥様とあとね、長嶋茂雄さんの奥様が来ていただいて、で一緒に仕事しました。だから彼女たちが、大学生だとか、まあ、英語ができる 子たちも20名から30、もっといたのかな、50名ぐらいいたのかな、そういう人たちを全部コントロールしながら、まあ、わがままな IOC の要望を聞きながら運営を助けてくれたっていうの思い出がありますね。はい、まあみんな一生懸命やって、IOC 総会終わった時には、まあそうだ、ホステス のトップに原田さんって人がいて、この原田さんっていうのはオリンピック、日本のオリンピック運動にはもう東京オリンピックの頃が関わってる方で、まあその道の通ですんで、 IOC のことも全部知ってるような方だったり、すごく上品な貴婦人ですね。でその人がいましたんで、その総会終わった時に私は倒れたんですよ。終わった日に、終わった次の日に倒れて、もうそこから1ヶ月事務所行かなかったんですけど、その倒れた次の日に総会の打ち上げがあったの、スタッフだけで。で原田さんがその時後で聞いたんで言ったんだけど、なんで春日さん来ないんだって、春日さんが
いたからできたのいいっつって、なんかすげえ怒ったって話を聞いて、あ、彼女もちゃんと僕のことを知ってたんだなって思ったことがあります。そういうちょっと自慢話的な話もあるんですけども、まあ、本気であの頃はやれたし やりましたねっていうことで、まあ、それだけ IOC 総会をやるってことは結構名誉なことです、オリンピックに関わっている人間にとっては。で、その IOC 総会も実は1964年東京でやった以外に以来なかったことだったので、初めての体験をした。で、それをまあ、あのきっかけにして、IOC への貢献も JOC から始まっていくっていう、まあ、スタート台にもなってるわけです。で、同じようなこともあのですから、 IOC 総会じゃあどこがやるのって話になるんですけど、そういうふうにですね、あの東京の場合は実は総会の上にオリンピックコングレスって言って8年に一度やるっていう、もうこれはもっと大きい、 IOC 委員だけじゃなくて IF の委員も出るし、世界中のスポーツメディアも出るし、世界中のスポーツに関わる人たちも出るほどの、そういう大きなオリンピックコングレスって、これは本当にオリンピックを根本的な理念から考えて討論するような、そういう大きなものなんですが、これを実はその1990年日本でやってくれっていう話があって、それを進めてたんですね。ところがそれがちょっと財政的な問題でできなくなった。その代わりに IOC 総会やりますよっていう総会だったんですね。そういう事情がありまして、ここにもちょっと、まあ、IOC と招致委員会との長野招致にかかってくる問題もあるんですけどね、まあ、そういう総会で、ですからコングレスをやるべきだった東京が IOC 総会だったっていう総会ですけど、まあ、あの総会をやりたいっていう都市は手を挙げて、そこでオリンピックを招致するように総会を招致するんです。で、 IOC 総会の場で決まるんですね、その招致が。それほど、まあ、名誉だと思っているところがあります。で、手を挙げるところがないときはローザンヌ、IOC の本部があるスイスのローザンヌで大体総会を行っていました。まあ、私が、JOC にいた頃は IOC もすごい小さな小さな本部でね、シャトル・デ・ビデーっていうところにあるんですけれども、今もそこですけれども、もう本当に小人なこじんまりした家みたいなところで働いていて、でオリンピックミュージアムもなんか本当に倉庫みたいな学校の校舎みたいなところにあったりして、そんな感じでした。で、まあ、ローザンヌ自身も小さな町ですから、まあ、本当に何て言うんだろうな、ほのぼのとしたような感じですよね。今の IOC 本部行ったら大変ですね。もう大きなビルディングになっていて、全部エコシステムでできているっていう話ですから、今だったらそこで総会も開けるでしょうし、でも当時は総会を開く会議室はないので、老舗の五つ星ホテルのローザンヌパレスっていうホテルがあるんですけども、まあ、IOC 会長とかも常宿にしているようなところですが、そこの会議場で総会をやるとかいう形でローザンヌであるっていうのがあったと思います。それ以外は立候補した都市である。で、これ驚くことにイスタンブールが結構IOC の総会とか首相委員会やってましたね、当時はね。だから彼らはやっぱり東と西を結ぶっていう意識があるのでしょう。なので、余談になりますが、2020年のオリンピック、東京のライバルとしてイスタンブールが立候補した時は、結構イスタンブールに行ってもいいのかなっていうような、そういう雰囲気はあったと思います。そのようにして、IOC 総会は大きなイベントとして展開というか開催されています。